棒？パパに母の日買ってきたよ。ポーちゃん？聞いてる。耳だけこっちに。パパに母の日のプレゼント買ってきたよ。じゃん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 。まずは、マイカゴ。うちのばばはね、袋をガサガサ寝出してね。なんかいつも重そうだし。有料で結構袋買ってる感じするよね。そうだよ。1枚5円としたら積もり積もったら、ひどいことになるね。これかわいいの買ってきた。購入場所はニコ&です。これ絶対喜ぶと思うな。あともう一つ。ちょっと包んじゃったから中開けれないんだけど、うちでお気に入りで使ってたキャベピーマックスを買った。キャベピーマックスは最強だということだ。その動画も見てね。キャベピーマックスはこれだ。2枚は最強キャベツピーラー。にゃっぽん。あ、逃げた。にゃっ。これ最強だよ。サラダ作るのめっちゃ早いから。シュ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 。興味にゃい。飯食い。興味にゃーだって。パパ喜ぶかな？あなたをお家に入れてくれた人だよ。覚えてる？ごはんって言ってる。あ、おかんって言った。あとでパパがお家に来るので。こっそり渡しましょう。そこ通しないと、もう。そして、何？お土産がありまして。はい。母の日なので、贈呈いたします。まずお手紙でございます。ピンヤン。そして、これは、開けて楽しみ。これは、ショッピングカゴ。ありがとうございます。あのね、レジね、商品やってもらうでしょ、うん、その商品やってもらう前に、まずこれを置いたら、うん、この中に全部入れてくれるから、レジの人が。なんで、商品カゴを置く前に、まず自分のこのマイワークカゴを、あげて、で、次商品のカゴを持って、ピッ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 ピありがとうございます。いただきます。はい。それ私のお気に入りのお店のキーホルダー。神様ではありません。